こちら三宮本通商店街では、鏡のような球体の風船で通りを埋め尽くす三宮ロトンドロンドが始まり、東西150メートルの通りに風船およそ150個が設置されました。三宮ロトンドロンドは日本で初めて実施される実証実験で、150個の風船が演出する非日常の空間で通行人が取る行動を AI に分析させることで集客につなげ、商店街の活性化や都市開発、地域の価値の底上げに役立てる狙いがあるんです。いいと思います。なんか楽しいですね、歩いてて、はい、さっきも見えたんで通ってみようみたいな感じで通りました。なんかちょっとこう避けながら行ったりとかして、うん、楽しいです。また子供連れて来たいなとか思ったりします。人通りが増えるし、あの華やかなのですごくいいと思います。はい。企画した建築家の津川絵里さんとクリエイティブデザイナーの伊藤直美さんも、写真を撮る人の姿や風船に触れて楽しむ様子を眺め、手応えを感じていらっしゃいました。今回、150個の、鏡面上の風船を設置しまして、パブリックアートに見立てた都市実験を行いました。足を止めてカメラを、ね、撮影してくださったりとか、あとこうあのいろいろ滞留時間が伸びているので、お店の方にも割と目が行ってたりするのも割といい効果を出られたらいいなって思ってます。はい。やっぱり人ってとっさの反応だったり、自然な本来持ってる感性を表せるような行動に結びつくと思うんですけど、映像データから分析することによって、今後の、都市の発展性であったりとか、またあの経済、その都市、この今回の商店街に対してどういう経済効果がもたらされたかというところを、分析していきたいというふうに考えています。この実証実験はあさって日曜日まで続けられ、撮影したデータを AI が分析します。